じゃこんにちは、ゆたかさん。はい、まあ、ゆたかさん、ヤシじゃないですか。はいはい。で、まあ、いろんなタイトルとかもあると思うんですけど、うん、ゆたかさん、例えば打率、はいはい、と安打数だったら、はい、どっち比重置いてました？まあ、例えば3連戦で言えば、はい、5本、うんうん、3連戦5本打ちたいという。おー、3連、まあ、ワンカード 3試合あるじゃない、その中で5本、うん、ヒットを打ちたいという。だから、そしたら打率が下がらないっていう考え方はしてたよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、まあ、つまり安打数を考えてたってことですよね。いや、やっぱ打率も考えるよね。あ、打率もか。なんか、うん、その以前、うん、内川選手がそのまだあのベイスターズにいた頃にインタビューしたときに、うん、その内川選手にとって一番大切にしてるそのものって何ですか、その数字って何ですかって聞いたときに、安打数って答えてくださったんですよ。で、打率はその打っても、うん、例えば昨日3本打った、今日2本打った、うん、でも下がっちゃうと、うん、いやね、安打数は必ず打っていけば増えていく。まあそうだよね。自分やっぱ安打数って言ったんだけど、うん、そうか。いや、やっぱね、気色悪いんだよ、打率が下がるってやっぱすごい嫌なのよ。例えば5打数1安打だったらもう確実に下がるよね。あ、まあ、下がる。まあ4打数1安打でも下がるよね。でもその中に1つフォアボールがあると3割打者なんだよね、はい、だからもうほんとちょっとしたことで3割打者生まれるし、1つの打席をこう無駄にすることによって3割が打てなかったりとかするんだよ、うん、だから本当に安打でもさ、まあ例えばあの9打数3安打って言ったら3割3分3厘じゃない、はい、でも10打数3安打だったら3割じゃない、うん、もうギリギリのところじゃない、うんうん、この1打席で1打席のこう積み重ねがこうシーズンを積み上げていくから、だから1打席っていうのはすごく大事なんだよ。だから打率っていうのは気色悪いし、なんていうんだろう、やっぱ内川が安打数に気持ちを置いてたっていうのは、うん、もうすごくわかるよ、気持ちが。あ、やっぱりそうなんですね。そうそうそう、タイトルでもさ、いろいろあるけど、やっぱまあ三冠を取る人、うん、やっぱ一番気にかかんのは打率だと思うよ。あ、そうなんですね。そう、だって他の人がさ3本ホームランを打つとかさ、あんまりそんな考えられないじゃない、はい、1試合に3本打つなんて、うん、まあ、なかなか年間ないことでしょ、はい、まあ、いや、ホームランを取る人ぐらいで1回あるかないかぐらいじゃない、うん、でもさ3部縮められるっていうのは5タコ5の5でひっくり返るからね、うんうんうん、だから気持ち悪いよ打率は。気色悪いっていうのがそこなんですね。気色悪い。いや、それとあと、なんていうの、ホームランと打点は連動してるところがあってさ、はい、例えば1本のホームランが 4点になったりとか、その積み上げたものっていうのは下がらないじゃない。だから2冠を取る人っていうのは結構いて、ホームランと打点っていうのはなんかこう合わさってついてくるみたいな、うんうんうん、いいところで打てばね、なんかそういうところがあるんだよね。タイトル連動してるものもあれば、例えばね、その言ってたホームランと打点は連動してる、ああ、打率と安打数はなんかちょっとなんか、いや、連動に反するところにあるとか。ただね、その打率を残す人っていうのは出塁率も絶対いいんだよ。フォアボールを取る打数を減らしていく、はい、あ、打席数を減らしていく。だからまあさっきも言ったように5打数1安打これが一つの中にフォアボールを入れたら4打数1安打の1安打になるわけよ。そうですよね、うん、でフォアボール取ってるから1本の安打と5打数2安打という計算すれば出塁率が4割になるわけ。おお、あ、そっか。そうでしょ、はい、だから安打数というよりも、はい、打率が高い人は連動するのは出塁率に連動していくんだよ。面白い、なんか数学みたいですね、うん、だからさ、俺らなんかさ、もうシーズン終盤なんかもう数字が頭の中ぐるぐるしてたもんね。
早いんですね。だからまあそういう、いやそういう意識を持たないとやっぱり率っていうのはなかなか残せないよ。すごいな。タイトルって何かのタイトルとくっついて連動してたり、何かのタイトルとちょっと相反する場所にあったりとか、うん、あとこういうタイトルでなんかそういうものってあります？ここに、まあだからなんて言うんだろう、防御率とピッチャーのことはなかなかこう経験しないからわからないけどな。だから例えば、はい、ピッチャーでいうところ、例えばもうタイトルとか、まあ、完全試合をするのと、例えば防御率を1位取るのどっちが例えば難しいとか。それは完全試合の方が難しいよ。ああ、一人で一人ありきのことじゃないか。いやいや、やっぱミスが許されないもん。チーム全体がミスできないもん。後ろで守ってる人たちもってことですか。もうエラーしたら真っ青だからね。ゆたさん、そんな経験あります？真っ青な。いや、真っ青っていうか、それはそのノーヒットノーランとか途中までやった人いるよ。だけどもう なんとか飛んできたら、ノーヒットノーランの場合はよ、はい、ヒット性の当たりだったらもう なんとかエラーに見せようとかさ。はい、そうですよね。そういうのとかな。俺多分ね、記憶ではね、6回ぐらいまで完全行ってた、多分遠藤さんだったと思うんだけど、6回ぐらいまでちょっとやってたことがあって、はい、余計なことしてんなとか思ってたよ。後ろでは思いながら、いや嫌だったよやっぱり。でも途中でじゃあ打たれちゃったってことだったの？打たれたね。打たれたかフォアボールで切れて、まあ打たれたかみたいな感じだね。それだったらなんか綺麗、もう完全なヒットとか、もう完全なホームランとかの方が野手はあって思いますよね。よかったとは思わないかもしれない。いやいや、でもさ、完全試合なんかさ、それはもうできるはずがないなと思ってるから、こっちは。いや、野手はね、野手はね、だから早くフォアボールかなんか出しちまえよとか思う時あるよ。いやいや、そんな疲れる試合ってないからね。ずっと神経が休まらないですよ。そう、いや、だからそのやらしてあげたいよ、やらしてあげたいなと思う反面、まあ、うん、人間の心ってさ、二面性あるじゃない。善もあれば悪もあるじゃない。その悪い方の気持ちがさ、もう早く打たれねえかなとか思っちゃうんだよね。出てきちゃうんですね。出てきちゃうのよ。そうか、よし守ってやるぞじゃなくて、いや、ノーヒットノーランだったらいいんだよ、うんうん、エラーはカウントされないから。そうですよね。完全はややこしい。そうですね。一つのミスも許されないから。確かにそうだ。ということはやっぱりピッチャーにとって一番難しいそういう記録だったりタイトルっていうのは完全試合になるんですね。まあ、これタイトルにはならないけどね、うんうん、タイトルにはならないけど、まあ名誉だよね、うん、それはね、完全試合は難しいよ。まあ、ピッチャーはまずマウンドに上がるときに完全試合を目指すって。ああ、そうなんですか。次にノーヒットノーラン、完封完投だって。あ、その順なんですね。そうそう、だからもうなんかへし折られてだんだんマウンドに立ってるっていうような感じだよね。うわ、そっか。いきなりフォアボールって言ったらもう完全が飛ぶわけだから。あ、まあまあそうですね。そのね、消去法としてはそれがなくなっていっちゃうわけです。もう先頭打者ホームランなんて言ったらさ、もう大ショックだよね。もう何もかも消えたみたいな。あとは完投しか残ってねみたいな。だからまあピッチャーってさ、やっぱ一球って怖いよね。そうですよね。いや、ほんと怖いと思うよ。一球の怖さをピッチャーはよく知ってるよね。じゃあピッチャーの記録としてはやっぱり完全試合だし、タイトルとしてはピッチャーの最強のものって言ったらやっぱり防御率が一番難しいのですかね。あー、これも賛否あってさ、やっぱ勝ち星だろうっていうやつもいるんだよね。防御率よりも、うん、っていう人もいるんだよ。これコメント欄に書いてくれないから、みんなの意見を。なんか俺は最多勝だと思う、いや俺は防御率だと思うっていうさ、ね、皆さんがやっぱね、勝ち星っつっても、まあ例えば15勝10敗だったらあんまり意味がないんだよね。まああんまり意味がないっていうことはないけど、まあ例えば10勝10敗だったら意味がないんだよ。それはなんでかっていうと、チームに貯金をもたらしてないから、うん、貯金っていうのは11勝9敗だったら2つの貯金があるじゃない、20試合投げてもね。そしたらまだ貢献になるけど、10勝10敗って言ったらさ、だからピンとこないじゃない。
そうですね、うん、でも防御率がまあ昨年の山本の1点台、この防御率ってすごいよね。2点取ったら勝てるっていう、いやすごいですね。でも勝ち星が2桁いかなかったわけでしょ。でもこれはもう野手が悪いっていうことになるじゃない。はい。でも自力でできることっていうのは、うん、やっぱ防御率だよね。うん、うん、最多勝っていうのは打ってくれなきゃいけないし、みんなはどう考えてんのかね。俺は、そうですね、俺はやっぱ防御率だとは思うんだけど、はい。でも何試合投げての防御率かっていうこともあるよね。もちろんそうですよね。5試合しか投げてない中での防御率も、そうそう、まあ規定投球回数がねあってね、うん、まあそこで、どのぐらいの数字を残せるかだよね。セーブ数とかも、もしかしたらいやセーブ数の方がすごいですって思ってる人もいるかもしれないですもんね。まあそうだね、まあ、ピッチャー部門のタイトルで何が一番すごいって思えるのか、はい、野手は 何のタイトルが一番価値があるのか、それをちょっとみんなに聞きたいよね。あ、コメント欄に書いて、あ、俺はピッチャーは防御率、バッターは打率だと思ってるんだよね。豊さんは打率です。あ、三冠王じゃなくて打率、ね、いやいや、三冠王って、三冠王なんていうのはさ、わからないじゃない。そのタイトル、タイトル部門があるから、三冠王の中でも、じゃあ言えば三冠王の中でも打率が俺は一番いいタイトルだというふうには俺は思うけどね。ああ、みんなに挑戦権があるじゃない、打率って。そうですね。ホームラン王っていうのは飛び抜けた人しか取れないじゃない。うん、確かに、うん、そうでしょ。でも打率っていうのは、はい、みんな用意どんじゃない、等しくですもんね、うん、だからホームラン王なんていうのはこうハンデレースみたいなもんだからさ、パワーがあるとかさ、でかいとかさ、うんうん、まあ小さい人でも取ってるけどね。でも防御率っていうのもそれに匹敵すると思うんだよね。やっぱ打たれら下がるしさ、あの打たれなかったら上がるし、だからまあそういうことで防御率はやっぱこう上下があるタイトルが一番価値があるんじゃないかなというふうに思います。俺はね、皆さんの思う投手野手それぞれの最強だと思うタイトルは何かをぜひコメント欄にちょっと聞いてみたいね。はい、はい、